おかしいな。どうした？どっか悪いのか？変なんだ。怪我も見当たらねえし、脈もしっかりしてるから、命に別状はなさそうなんだけど。じゃあ、眠ってんのか？こんなところで眠ったら、風邪ひいちゃいますよ。よし、叩き起こすか。え？大きさか。助けてくれてありがとうございます。動くな。やりますね。エリザベス、こっちに来い。ほらほら、近づくんじゃないよ。こいつは人質だ。仲間の命が惜しかったら、水と食料を渡しな。私は腹が減って気が立ってんだ。早くしないとサクッと行くよ。ルフィを人質にしても意味ないだろう。何無視してんだ。水と食料だよ。腹減ってんなら食うか。そんなしょっぱいもの食うか。みたいなおちゃらけ弱小海賊なんて、あたしとエリザベスだけに余裕で潰せるさね。楽勝だって言ってる。あんた、エリザベスの言葉がわかるのかい。すごいね。っていうかあんた、モフモフして可愛いだわさ。そんなんで褒められたって嬉しくねえじゃん、この野郎。可愛いじゃねえ。あいつ好きだらけだぞ。ルフィさんも自由になっちゃってますしね。